まあ、この定例の会見でも言ってると言ってくれたと思うんですけど、浜田君か斉藤君がどっちか言ってくれたと思うんですけど、なんとですね、緊急記者会見を行います緊急記者会見をね、緊々行うっていうのもなんか緊急ちゃうやろみたいなのがあるんですけども、まあちょっととある事情があって、まあ相手次第のところがあってですね、相手側から連絡を来たが連絡を待っていてですね、連絡が来た翌日に、まあ来た日に緊急記者会見の日程を出してですね、翌日、まあ翌日が土日とか祝日だったら平日のですねお昼ぐらいに緊急記者会見をしようと思っています。で、まあ、顔の表情から見ていただいてもですね、緊急記者会見の内容については非常に前向きなものになる見込みであります。で、まあ、先月は私入院までしまして、ちょっと本当にね、自分ではあまり感じていなかったメンタルの変調みたいなのがちょっと 2,3 日あったのかなというふうに自覚しています。で、まあ、もちろんね、そういったことなぜ僕が先月入院に至るまでになったのかも含めてですね、緊急記者会見の時には皆さんにですねつまびらかに説明ができると思っております。早く開きたいなと思ってるんですが、何度も言いますけどちょっと相手の判断を待ってるというところでありますので、しばらくお待ちいただきたいと思います。で、これを聞いていただけるとですね、ガーシーの問題とか、いろいろと、まあ、解決していきます。最近黙ってますが、参政党の問題に出てきます。そして、もちろん大津さんの代表権の問題も出てきますし、NHK とのトラブルというか争いについても詳細が出てきます。ということでね、早く皆さんにお伝えしたいんですが、ちょっとまあどうしても相手方の都合というか事情がありまして、今中身については触れることができないということになっております。で、ただね、その連絡をいただいた、例えば債権者の方で連絡をいただいた、直接ね僕の携帯に電話をいただいた方で、過去にもう債権者の方に非常にご心配をおかけしてるんで、そういった方には個別には説明をしております。で、もう昨日も一人債権者の方に説明、実はまだこれ公にしないんですけどっていうことで説明をしましたところ、非常に安心していただいております。ね、今日ね、大津被告がですね、私と相原さんをなんか提訴した仮処分をしたというようなことが向こうの偽のホームページに出てるようなんですけど、まあもちろんこんなもの心配することはありません。もう司法判断はしないということで、これあくまでもその任意で履行する気がなかったらどうしようもできないですね。要は、大津被告はこちらの通帳とか、あと何だろう、印鑑とか、あと帳簿ですよね、それを渡せという裁判をしようとしてるわ、まあ提訴したと、仮処分の申し立てをしたと言ってるんですけど、そんなんこっち渡す気ないし、で何よりも総務省はまだ斉藤君が代表者なのか大阪代表者なのかを決めかねているわけで、政治資金規正法上のですね判断ができない状態なんですよね。だから、大津被告が言っているのは、ホリエモン新党は政治資金団体から外したみたいなこと言ってますけど、外れてないでしょ、総務省のホームページ出てないでしょ、いわゆる全部止まってるだけなんですよね。で、もうこれは司法審査の対象外と言われているものなんで、大津被告がいくら帳簿をよこせと言っても、それは裁判所は知りませんと、党内で問題解決してくださいということになると思います。で、今日ですね、今日ですね、実は千葉地方裁判所で行われる予定だった本訴の部分ですね、代表権を争う本訴の部分は、これはちょっと千葉地裁で争うのをやめました。東京地方裁判所の方にで争うことにしました。まあ、これについていろいろと、まあ、言えないこともあって、ちょっとね、せっかくいろんな情報をいただいてるんで、その情報をいただいた情報源を言えないんですけど、東京の方でですね、原告斉藤君、そして被告政党は特別代理人立花隆と、特別じゃないですね、あれ特別代理人のか、立花隆 で被告2が大津彩香個人という形で東京地方裁判所の方で直すというか、
もうそっちの方は提訴していますので、今日の裁判はパスになりますの飛びましたけども、あの東京地方裁判所の方でやり直すということになります。で、ちなみにですね、大津被告との裁判については、これガンガン裁判していってまして、9月13日水曜日13時20分から、東京地方裁判所419号法廷、9月13日から始まりまして9月21日木曜日、これがですね1時30分から421号法廷で、もう1日がですね、どこだろうな、ちょっとまだ期日が出てないのかな、まあまあとにかく大津被告って言ってる以上大津さんの被告で、裁判バンバンやっておりまして、今申し上げて、まあどんどんまあ近々になれば大津被告の裁判についても皆さんに傍聴に来ていただけるように、まあ、大津被告が出てくるかどうか分かりませんけども、どんどんやっていきたいと思っております。お知らせしていきたいと思ってます。で、本当に今なんていうのかな、もう本当皆さんにご心配をおかけしている人たくさんいらっしゃると思うんですけども、全然慌てることもないです。全然僕の方としては、大津さん大津被告には一円も使えないようにしているっていうことと、まあこれもうあんまり言うなって言われてんで言わないですけど、まあお金の方もちゃんと調達ができるようになっていまして、これ成功した時に、取り立て成功した時に発表します。ちゃんと政党助成金がですね、我々側が使えるように、ちゃんと手はずも打っております。まあこれがちゃんとできた時には皆さんにお知らせをしていきたいと思っています。